あんた、親兄弟はいないのか。あんたはまだ若い。いつか何かのために血を流す時が来る。あんたにとってそれが血を流すだけの価値があるものであることを思ってる。リカ、リカ、私はずっと一人でやってきた。じゃあ、あのヨグってマンドラゴラクスは食い物やったらついてきちゃってさ。そりゃ最初はびっくりしたよ。けどさ、ずっと本当子供みたいでさ、いつもニコニコ何にも分からずに笑ってた。すまない。ヨグを放っておいたら、あのお姉ちゃんが来なかった。私の方こそ、さっきはごめん。あんなこと言って。流した血に縛られる。あいつの言う通りかもしれない。けど、だからこそ、血を流すだけの価値があるものを自分で見つけるんだ。ガッツ。話は済んだか。俺たちの方もまとまった。あんたと一緒に生き、大樹の核を手に入れて、その上でバルザックと交渉する。これを渡す代わりに治療薬を我々に渡せと。勝手にしな。では連れの娘さんはここで預かっておこう。俺はあんたらを完全に信用したわけじゃない。それにこいつの面倒を見れるのは俺だけだ。俺にしかこいつは守れない。悪霊がキャスカを襲うか心配なんだろう。それなら大丈夫だと思うよ。あ、この泉間違いない。エルフの住処だよ。これは町の泉の源泉だ。我々の先祖はここに神殿を建てて精霊を祀っていたらしい。他の部屋はともかくここだけは安全だよ。悪霊は絶対に近づけない。あのさ、あんたがいない間、キャスカは、心配しないで。私が見ててあげるから。ああ、頼んだぞ。ついでにこいつもつけといて。わーっ、こら、大事な相棒に向かって何すんだよ。じゃあ、行くぜ。こうしてると、なんだかヨブが戻ってきたみたい。幸せなのかな、あんたは。何？実験の成果を。このマンドラゴラ兵の力をもってすれば、大樹の核を手に入れることなど造作もないこと。おやおや、お嬢様、またお会いしましたね。さあ、ご同行願いましょう。
は返させてもらうぜ。お前らやっちまえ。この村のどこかにマンドラゴラの大樹があるのか。しかし皮肉な話だが、取り憑かれたこいつらの方が生身の俺たちよりも生き生きしてる。全部こいつのせいってわけか。よせ。え？あんたか、こいつらの面倒見てるシスタってな。私はエリザ。どうしてこのような無益な殺生を。この子たちは何も悪いことはしてません。こちらが敵意を見せない限り無邪気な子供と同じなんです。それなのに。何かあったのか。ガッツたちが出て行った後、バルザックの部下がアジトに攻め込んできて、キャスカはそいつらに連れてかれて、返してほしかったら大事の核を持ってこいって。やろう。おい、聞いた通りだ。大事はどこだ。おい。以前この村にはニコという少年がいました。彼は物狂いで、時には畑の作物に手を出したりしたこともありましたが、根は善良でおとなしく、決して人を傷つけることはありませんでした。たとえ村人たちがからかい半分に彼を石や棒で打ち据えたとしても、ニコはその日の食べ物にありつけたことに喜び、空が晴れ渡っていることに感激し、どんな苦しいことがあっても微笑みを絶やしはしませんでした。ところがある日、ニコは飢えと寒さで生死の境をさまよっていました。その年は例年にない大凶作で、誰一人彼に食べ物を恵む者はいませんでした。そしてニコは最後の力を振り絞って教会にたどり着いたのです。でも私は気づいてやれなかった。戸を叩く音は新年の鐘の音にかき消されて、私が見つけた時にはもう何も悪いことはしていないのに、他の人たちと少し異なるだけで虐げられ蔑まれ続けた彼、なぜニコは死ななければならなかったのでしょう。本当に純粋で無垢な、どこにでもいる普通の少年だったのに。ここのマンドラゴラ月たちも同じだって言いたいのか。だがもう人畜無害ってわけにはいかねえ。今さっきも俺の連れを全員バラしちまったところだぜ。